代表取締役社長 CEO の小森重隆より今回の経営体制の変更についてご説明申し上げます。小森社長お願いいたします。座ったままやらせていただきます。今お金を紹介をございました。社長 CEO 小森でございます。本日は皆様お忙しいところをご視聴を集めていただきましてありがとうございます。この度富士フィルムホールディングス株式会社と事業会社の富士フィルム株式会社の会長社長人事を内定いたしましたのでご報告申し上げます。私小森は代表取締役会長 CEO に就任し、現在代表取締役専務執行役員の中島が代表取締役社長 COO に就任する予定でございます。本件は平成24年6月28日木曜日の定時株主総会後の取締役会におきまして正式に決定する予定でございます。今後は私と中島のお二人で富士フィルムグループの経営に当たっていきます。新体制におきましては会長 CEO であります私小森が経営トップといたしまして、大きな方針やグループ経営など経営課題につきまして最終決定権と責任を持ち、社長 COO の中島はそれらの大きな経営方針のもと執行全般に対して執行を行い責任を負います。 COO は特に現在当社が課題といたします販売力の強化、各事業部門におきます販売力の強化、あるいは生産コスト競争力の強化、あるいは R&D の効率化、あるいは間接門の価値生産性の向上という4つの明確な課題を掲げまして、全研究部門に対して、戦力の向上に取り組んでまいります。失礼。中島は、ご紹介申し上げますが、当社力工場の生産門の技術者といたしまして、キャリアとスタートを切りました。その後オランダで、生産会社の建設チームに加わり、その生産会社のその後その生産会社の社長を経験するあのメーカーで最も大事なものづくりを長く経験しよく理解した人材であります。また同時に2007年から2010年の3年間、欧州におきます、私どもの地域統括本社であります富士フィルムヨーロッパの社長といたしまして、営業やマーケティング Z を含め欧州各国の欧州各国の現地法人各社の、経営管理全般を担いました。2010年の4月に本社に戻って以降は新興国戦略室長、経営企画部長などを担当し、代表取締役専務執行役員として昨年から富士フィルムグループの経営の中心を担ってまいりました。海外経験が豊富で、国際関係に優れていることから、当社がさらなるグローバル化によって新興国など新たな市場をさらに積極的に取り込んでいく企業として成長していくために、リーダーシップを十分に発揮できると確信しております。技術と経営というバランスの取れたバックグラウンド、経営に対する的確な判断力を備えた、まさに富士フィルムグループ8万人の社員を引っ張っていく、最適な人物であります。また、軍人でございました父親に厳しく育てられまして、まっすぐな性格の、これっぽい人物でもあります。富士フィルムホールディングスは2000年以降主力事業であった写真フィルムの大幅な需要減少に伴いまして、従来のコアビジネスの売上収益が大きく減少するという創業以来の大きな危機に見舞われましたが、皆さんご承知の通りでございますが、このデジタル化の大波に対しまして全社一丸となりまして
業改革に取り組み、業態の転換、企業の構造改革を行ってまいりました。そして、現在当社は、先進独自の技術を生かしまして、現在注力しているほぼ全ての事業領域でオンリーワン、あるいはナンバーワンの優れた商品を数多く提供しながら成長を実現してきました。現在当社は創立80周年を迎える2013年度に向けて策定いたしました中期計画ビジョン80に基づき、ライフサイエンス、ヘルスケア、あるいは高機能材料、あるいはドキュメント、ゼログラフィー、あるいはグラフィックスシステム、あるいは光学デバイス、あるいはデジタルイメージという6つの重点事業分野で世界市場第3のある成長を目指しているという段階でございます。しかしながら欧州の財政危機による為替の円高や株安の進行、あるいは原材料価格の高騰など我々を取り巻く事業環境は極めて厳しい状況が続いております。今後も想定されるわけであります。我々の先ほど申し上げましたように行ってきました企業改革は正しい方向、あるいは上昇の正しいライトトラックに乗って進んでいると確信しておりますが、この路線をさらに推し進めまして変化が厳しい、かつこのいろんなものが瞬時にして世界を動かしていくという変化の激しい、かつ厳しい21世紀を通して生き残っていけるよう、さらにしなやかで強い企業でありするかのために、今回経営体制を先ほど述べましたように、強化することで、成長戦略を一段と加速させていきたいと考えております。会長と社長で役割を分担しながら、かつお互いによく相談して情報を共有し緊密な連絡をと連携を取ってこの厳しい事業環境を基本的に乗り越えていくという考えでございます。以上が今回のトップ人事の内定の趣旨であります。以上であります。私は昭和48年に、足柄工場で、写真材料の生産を担当して、その後、オランダの生産会社の建設に関わると主として、写真関係の研究と生産を担当してまいりました。まあ、2年前まで赴任しておりましたヨーロッパでは写真、会社の生産会社の社長を務め、また今先ほども話されましたが2007年からは欧州地域統括本社であるビューフィルムヨーロッパの社長として、ヨーロッパで展開しております事業、デジタルカメラや写真フィルムを中心とした写真関連製品やグラフィック製品、医療機器など、製品全般の営業マーケティングを統括してまいりました。2010年に日本に戻りまして、帰国後は代表取締役専務執行役員といたしまして、新興国戦略室長、および経営企画部長として、担当してまいりました。まあ、ご承知の通り、フジフィルムはここ数年で、デジタル化の大波を乗り越え、成長分野に舵を切りまして、企業改革を進めてきました。この改革がライフラックに乗っているということは、正しい方向に進んでいることは間違いございません。まあ、しかしながら昨今の円高や原材料価格の高騰などの外部要因の影響を受けていることも事実でありまして、まだ道半ばということでございます。まあ、この改革をさらに推し進めて現在目標として掲げる中期経営計画ビジョン80、これを達成させ会社をしっかりと成長軌道に乗せることが直近の大きな課題でございます。ビジネスは開発、生産、販売、それからそれらを有機的に結びつけるスタッフ